でもキャストの皆さん、相当仲良くなったのかなっていつもこうねお会いすると思いますけれども、どうでしたか、撮影を振り返ってみて、みんなとの共演は。かどうでしたそうですね、けど初日から本当にすぐみんなと打ち解けて、まゆちゃんだけちょっと遅れて、あれだったんですけど、遅れて撮影だったんで、初日はいなかったんですけど。<laughs> それ言うことある <laughs> なんか遅れたた人みたいにななっちゃゃうじいいですか <laughs> いやいつも言ってるから言っっった方がいいのかなって思ってああそうか私がちょっとあの舞台やっててこう皆さん先に入ってたんですけど、まあ、この通りこり男子校みたいな空気感になってるんですよ。で迷ったんですここでなんか野球部のマネージャーみたいな象徴,的象徴的なんですけどなんかちょっとみんなを可愛くまとめるぞみたいなキャラクターで入っていくのかそれともなんかちょっと 大らかな気持ちで、あ、おはようございますみたいなあ、こういう状況慣れてますみたいな感じでいくのかすごい迷ったんですけどすすごごいいね。<laughs> キャラ作りがすごいな。これ何度か言ったんですけど皆さんがねあの男の子だからしょうがないかもしれないんですけどほりの中撮影した後、ご飯食べる時手を洗わないんですよ彼らだからその時にうわって言わないでください <laughs> やめてください <laughs> 手を洗いなさいみたいなところに入ったらなんかいつの間にかお母さんキャラみたいなことにされてしまって、うん、私、そうでしょ若いのに,いのに、ね、一番年下じゃないか女の子の中では一番年下、まあ、女の子一人しかいないか <laughs> けどだからもうちょっと妹みたいな感じでねお兄さんに可愛がってもらいたかったんですけどいやいや、ね、一番手がかかりましたね。 あのみんなもうちょっと年下ないや十個ぐらい下なんですけど、えー、いやもう僕も三十なんで一番多分しっかりしてたと思うんですけどね一番大変でしたよおい <laughs> 待ってくださいいやいやなんか話がすごい合うんですよね十<れ>歳 <laughs> なのに話のなんか精神年齢というか <laughs> それが本当になんか接しやすかったんですよね <laughs> あありがとうございますいやこちらこそありがとうございます。<laughs> 本当にまさきさんどうでしたいや、僕らあの山本とまさきと僕はお部屋が一緒だったんですよ。そうですよね。確かね。ずっと,ずっと宿のね。お部屋が3人部屋だったんですよ。ずーっとうるせえんすよ。待ってくださいや。あの、もうスケジュールがね。もうぎゅうぎゅうだったんですよ。もう撮影のだから、もう遊びに行くとかなかったんですけど。もうお部屋でね。あのご飯を食べたりっていうか。か だったんですけども、次の日は早いのにずーっとうるせんすよいや、ま。ちょっとそれに関しては反対意見があります。僕はあのー、でもでもあーちょっと待ってください。いやいやあんまり言えないようなことな,なんて言うんだろう。いや言った言いじゃ言ったらやんなきゃいけないみたいになっちゃうから。やってたどややりない。いやっ,ってやりない。何何。何いや違うんですよ。本当にあのそんなんじゃなくて<の>ちょっと。 そういうあ,あよかった,たでもこの前の,あの試写会があったんですよプレミア試写会がその時に後でみんなで反省会してちょっと作品の話できなかったねって話したんですけどほらまたずれてるから作品の話をちょっと感じからこれは伝えたい、ね、みたいな1個くださいさ俺からですよねだってこう楽しいのは分かるけど仲良くなったのも分かるけど、はい、やっぱ初日だから作品のここ見てほしいみ、うん、のいや、あのー、とにかくこの5人がこれだけの空気感で。 ねあのー、やってくれてるんで、あのー、僕としてはもうなんて言うんだろうな現場では大変助かりましたしそのにこの5人のなんてうんですかね青春感みたいなものを映画の中で感じてもらえたらなと思いますし、えー、27歳の若者が学校を作ると言って、えー、それについていった、えー、本当に二十歳そこそこの若者たちが本当に学校を作ってしまったっていうところのなんてうんですか夢を叶えるなんていうんですかね あの気持ちの強さみたいなものをあの皆さんにも、えー、感じてもらえたらなというふうには思っております。はい。<laughs> いやいいこと言いますね。やめて。そうですね。いやもう僕はもう年齢的にはもうとっくに青春が終わってるような感じの年齢なんですけど、あまだわか。<laughs> ありがとうございます。<laughs> いや。 あの本当にでも、えー、と映画見てもらったら分かると思うんですけどなぜか、えーまあ、実際の、えー、この作品に出てくる長岡っていう男もだいたい27歳から30歳まで、えー、を描いてるんですけど、えーまあ、でもこの実際のメンバーっていうのは本当に20代そこそこのメンバーだったはずなんですけどなぜかこう長岡にもこう青春感があるというかあのみんなで。 何かを一つ作り上げようってするその熱意みたいのがその青春,感を青春感を生み出してるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどまああの原作者の方がいまして本当に何ですかねもう今40を超えている方なんですけど青春真っ只中みたいな人なんですよ。ああすごく あの面白い方で何ですかねちょっと変なんですよ、ねまあ、あの映画見てもらったら多分変なやつだなと思うと思うんですけど僕,僕が僕が変なんじゃなくてその原作の長岡先生っていう方がすごく変なんです、はい、なのであの僕が変なわけじゃないんですよっていうのをここでお伝えしたかったです、はい